はい、今回はですね、前回、終わったと思っていた熊のレストランなんですけれども、まだ記憶のかけらにダイブしていなかった人たちがいっぱいいたので、ちょっと今回見ていきたいと思います。じゃあ行きます。ガンホーハンター。あれ、ハンターしか出てこない。スタミナ無制限で蹴り放題、蹴り姫スイーツということで、何も分かりませんでしたが、次行きます。看護師43歳が10年間にわたって患者を殺害した事件で死刑の判決が下りました。殺害したと思われる数は100人を超えます。末期患者の点滴に化学物質を混ぜ犯行に及んだとのことです。犯行の動機として苦しむ姿を見るのが耐えられなかったと供述しており、最後に言い残すことは、私は正しいことをしました。たとえ地獄に落ちようとも、これが私の信じた道です。他にはありません。安らかに、ということで、私は間違っていたのでしょうか。なるほど、苦しんでる姿を見るくらいだったらもうすぐ殺してあげた方がいいかなっていう感じだったんですね、あの看護師さんは。じゃあ次、はい、どの子と冒険する？冒険ディグディグ2、美少女×放置ゲーム簡単操作新放置系 RPG、冒険ディグディグ2ということで、かわいいおにゃの子が好きな方はやってください。いきます。あ、観念しな、もう逃げられない、頼む、抵抗しないでくれ。なぜ取引のことを札にチクった？捜査自滅行為だよ。うちは薬だけはやらねえって信じてた。俺も昔は信じていた。裏切ったのはそっちの方だ。綺麗事ばかりじゃやっていけないんだよ。そう、あんたは綺麗すぎるんだ。組織はボスが変わってからおかしくなりやがった。くそ、そればっかりは同意だぜ。いい加減目を覚ませ。俺だって分かってるさ。話にならんな、処分だ。打ちたくねえが。うおーっ、か、とんでもねえ。ゴリラみたいな人の殺した人が、あの殺し屋さんだったんですね。俺もあんたみたいに生きられればよかったということで。なるほどね。あの時に、あの殺されたけど殺しもしたっていう方が、あの列車に乗っていた殺し屋さんだったということで、結構でもこの方は実はちょっとまっすぐなところもあったということですね。うんうん。次、これはあのあれだ、気持ち悪い男の人だ。はい、なんでしょうこれは。調査する。よいし
週間前。保存方法は何ですか？そのまま台所で置いていたんです。あらら、どういうこっちゃね。あの人どうなるんでしょうかね。結局どうなっちゃうのかわかりません。気になる方は王に俺はなるやってください。ということでいきます。うおー、眩しい。やった、自由だ。おう、じいさん、おはよう。今日はいい天気だよな。そうですね、お勤めを終えたのですかな。ええ、15年かかっちゃいましたが、きっちり償いましたよ。そうですか、それは本当にお疲れ様でした。死ね。え、償えるものか。ちょっと意味が。なんだよこれ。時が戻らない。多分あれはなんか言ってたじゃないですか、あの気持ち悪い男が。多分自分で殺しちゃったんじゃないですかね。先だったって言ってたけど、愛する人が殺しちゃったか、自殺に追いやったとかで、多分それでその親族の方なんですかね、だと思います。ずっと待ってたんですよね、きっと復讐するその時を。じゃあ次、このどうしようもない女の人。ライブ。ラパパラパパパパラパパパラパパ。簡単操作でストレスを発散。ケリ姫スイーツということで、また出てまいりました。ストレスが溜まっている方、簡単に発散できるそうなのでやってみてください。失礼、お手洗いに行ってくるよ。ええ、待っているわ。今まで楽しかったわ。お待たせ、早かったわね。さあ、二人の未来に乾杯しましょう。よければその前にグラスを交換しないかい？え、なんで？ただの験担ぎだよ、いいだろう。私、マッティーニ苦手なのよ。おや？前飲んだ時、好きって言ってなかったっけ？そうだったかしら、本当に苦手なのよ。最初の夜に君が頼んだのはマティーニだった。その場のノリよ、しつこいわね。君のことは調べさせたよ。結婚歴4回、全ての夫が変死している。私がバカだと思ったか。先ほどトイレに行ったふりをして全てを見ていたよ。さあ、飲みたまえ。乾杯しよう。飲めないんだね。悪いけど、帰らせてもらうわ。そう。話して。話せ！さようなら。愛していたよ。かわいそう、男の人が。自分がやってきたことが返ってきてしまったんですね、あの人もね。さっきの気持ち悪い男と一緒。さあ、次、これは、なんだ？これは、偉そうな人かな？はい。ファーストプラス！ふぅ、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 なんで？フィーバーキャー！
何もしないやん、本当にこの人。あ、拾った。財布は拾う。部下の意見は聞かない。平民になったでしょうね。そりゃそうでしょうね。ということで、従う者には希望を、逆らう者には死を。我々は彼の国に正義の鉄槌を下す。我が国に栄光あれ。くっ、はっ。ということで、空いてましたもんね、撃たれたって。愚民どもが。なかなかこの人もろくでもないかなって感じですね。次、変な人。君は何体集められるかな。おやおや、おやおやおや、なんだか、なんだか雪柳とは違う部分がいっぱいの人がたくさんいましたが、俺は突っ込まないでおきます。そういうね、何がとは言いませんが、プリッとしたのが好きな方どうぞということで、冒険ディグディグ2、はい、続いていきます。今日の様子はどうかな。殺して、おやおや、元気そうだね。殺して、生き残った実験体は君だけだよ。きっとお母さんやお父さんも喜んでいるよ。君と一つになれてね。あ、殺して。うるさいね。また電気ショックでお仕置きしちゃおうかな。殺す。ん？おいしい。大きくなったねえ。ということで、自分の作ったその実験体で死んでしまったと。これも自業自得ですね。次は、あの偉そうなチャラ男です。百花繚乱の萌え姫たちが集合。放置しすぎると放置したくなる。ん？ん？放置少女ということで、またあれですね、可愛いおにゃの子が好きな方はやってくださいということで、よう、久しぶり。ひっ、あなたは。金そろそろ返してくんねえかな。そろそろ僕ちゃん切れちゃうよね。借金は返し終わったはずです。ん？利子って知ってる？元本の3倍くらいになってるんだな。バカな、半年も経ってないのに。知らねえよ。契約書読めば？警察に。ああ、持ってるじゃねえか、金。それは今月分の給料。返してください、お願いします。知らねえよ、頑張って働きな。すんな。あ、バカにすんな。くそ、雑魚が。この人もまあ自業自得ですね。後から利子ありましたよって言ってくるパターンの人です。あと次なんだ、これ。これはあの男の子ですかね。はい、また出ました。放置しすぎると放置したくなる。
ということで、放置プレイが好きな方どうぞということで、放置少女です。痛い。大丈夫？ごめんね。大丈夫だよ、気をつけてね。はーい。ひーふーみー、しけてやがんな。お、あいつは持ってそうだぞ。痛い。おう、気をつけろよ坊主。ごめんね、それじゃ。おい待てや。いきなり殴る？本気で？大人はずるいや。まあ親に捨てられたって言ってたから、まあ盗みをしないといけなかったのかもしれませんが、急に殴る人も殴る人ですよね。ということで次。誰かの思い出が見られるようだ。ダイブする。僕のこと覚えていてくれたんだね。元のところに戻れたんだね。よかった。僕はもう消えてしまったんだ。最後の力を振り絞ったから。でもさ、なんかさ、また会える気がするんだ。それじゃあ今度こそ、さようなら。うん。また遊ぼうね。ということで、今までの思い出、みんなの思い出が蘇っております。はあ。お、同じ店にいる。あ、みんないっぱいいる。仲良くしてる。さん、じいちゃん、ネズミが入ってきましたよ。じいちゃん踊ってるよ。ネズミピーピー。これは、あ、社畜のおっちゃん、休み取れたんだね。よかったね。あのゴリラみたいなおっちゃんも来ました。仲良くやっとるんだ。お、ダルオと、あの病気の男の子、仲良くゲームしております。これは殺し屋の人と、あの看護師の方、これ乗ってるってことは転生の門に行けてるっていうことですね、きっと。で、男の子は？クマさんと娘ちゃん。ということで、まだございます。うん。やれやれ、ようやく電車が来たね。おや、どうしたんだい、こんなところで。もう電車が出てしまうよ。さあ早くお乗り。
あ、結局注文せずじまいだった。また訪ねに来よう。熊のレストランを。ザ・エンドということで、はい、終わったようです。今度こそ本当におしまい。ありがとな。もしもよかったら感想をシェアしてくれないかなということですので、ザ・ユキアナギもシェアをしますね。何がいいかな。みんななんかそれぞれあれですよね、いい感じのみんなが望む幸せみたいな感じに最後なってよかったですね。これにしようということで、シェア一回します。はい、シェアし終わりましたということで、もう大丈夫。ありがとう。それじゃまたな。バイバーイ。このさっきの黒い猫ちゃんがいますということで、はい、熊のレストラン終わりましたが、とってもいい話でした。サッカーボールも転がってきました。あ、取りに行きました。あ、遊び始めました。あ、いいですね。ということで、最後ね、なんかやっぱみんなが救われてる感じでよかったですね。悪いやつら以外はすごく気分がいいです。ということで、皆さんもね、なんかまだこのクマさんの死因を見れるのとかあるみたいなんで、買ってください。買ってみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。とっても良い作品でした。チャンネル登録もよろしくお願いします。そして熊のレストラン、皆さんもプレイしてみてください。バイバーイ。